ブドバはアドリア海に面したモンテネグロの都市。ブドバ基礎自治体の中心地。周囲は海岸であり、ブドバンスカリビエラと呼ばれるモンテネグロ観光の中心地である。砂浜、多様なナイトライフ、地中海建築群の修霊で知られる。ブドバはおよそ2500年の歴史を持ち、アドリア海沿岸の都市でも古いものの一つである。ブドバは典型的な地中海性気候で、 暑い夏と温暖な冬が特徴である。年間通じての晴天日は230日。1月の平均気温は摂氏8度、7月の平均気温は摂氏27.9度。夏季の平均気温は摂氏23.1度、冬の平均気温は摂氏9.3度である。夏の間の海水温は摂氏24.7度以上になり、 秋の間も摂氏18度から摂氏19度ある。多量の考古学的証拠から、ブドバの地にはアドリア海沿岸最古の定住地があったと見られ、多くが歴史的な証拠から紀元前5世紀に遡るとする。伝説では、ブドバはフェニキア人カドモスが妻ハルモニアと共に定売から逃れてこの地に身を隠したとする。二つの異なる文明が無数の痕跡を残した。 古代イギリシャと古代ローマである。ローマ帝国が衰退し東西に領土が分けられると、二つの勢力を分ける防御壁がこの地域を通過し、その結果この町に文化と歴史の衝突を残した。中世、ブドバは南スラブ人国家ドゥクリアの代々の王、ゼタ公国の貴族に収められた。ベネツヤ共和国がおよそ400年もの間この町を支配した。彼らは町を ブトゥアと呼び、コトルワン地方を治め、オスマン帝国の侵略に対抗して、強力な城壁で町を強化した。住民のほとんどが19世紀まで、ベネツィア方言を話していたと、歴史家、ルイージ・パウルッチは1810年の辞書、コトルワン1810年に記している。激動の時代が来て、ブドバは、幾度もその創始国が変わることになる。オーストリア、フランス、そして、 ロシアである。コトルワンそしてブドバのモンテネグロとの統合は事実上1813年から1814年まで行われたが、1918年までブドバはオーストリア・ハンガリー帝国の元に置かれた。第一次世界大戦後、セルビア王国軍がブドバを解放し、ユーゴスラビア王国の一部となったが、1941年にイタリア王国に併合された。 第二次世界大戦中、この地方に住む多くの住民が大シスト戦で戦った。1944年11月22日、イタリア降伏後に占領していたナチスから、ついに解放された。後社会主義体制のユーゴスラビアへ帰属し、現在は新たに独立したモンテネグロの一部となっている。1979年4月15日、破滅的な地震がブドバを襲った。 旧市街のほとんどが被害を受けたが、今日その痕跡はわずかである。ほとんどの建築物が原型通りに直されたのである。旧市街の境界旧市街は、多くの違う発祥からの民話が存在する。学者と歴史からは、ブドバが最初は一つの島で、後に、差出の地況歴史とつながったと信じている。ブドバ市とともに、旧市街は、 ブートゥアという名のギリシャ人船乗りによって発見されたと言われてきた。すぐに、ローマ帝国は、現在のモンテネグロ領の海岸地帯全体を手中に、収め、多大な影響を与えたのである。旧市街の建築物の大半は、ベネツィア共和国時代のものである。ドア、蝶津街、窓、バルコニー、その他多くの小さいが人目を引くものは、ベネツィアのローマ様式を留めているようである。 旧市街には三つの主要教会がある。第一に、7世紀に建てられた聖イヴァン教会。第二に、840年からあるという聖マリア教会。第三に、1804年建設のイタリ生産者、教会である。旧市街にある、ベネツヤア城壁は有名な観光場所である。1900年の絵はがきに描かれた、ブドバのベネツヤア城壁旧市街は1979年の、 地震で多大な損害を被ったことで有名で、町全体が再建されている。1987年までかかって再建が完全に終了した。ブドバは近隣の町部地地とペトロバツを含むブドバ基礎自治体の行政中心地である。人口は2004年で16,095人を数えた。町のみでは14,458人であった。 ブドバ旧市街1991年調査では人口は1万1710人であった民族モンテネグロ観光の中心地で2007年かきの観光シーズンにはおよそ33万人の観光客が訪れた人気の地である。1 1トル以上ある海岸線には良質の砂浜が何カ所もある。若者に人気のある夜遊びの街でもあり、 日付が変わってもオープンウェアのクラブで騒ぐことは珍しくない。歴史的な街並みの続く旧市街の外へ出るとブドバには歴史を忍ばせる建造物がない。20世紀以降に建てられた地中海式の現代風の建物が続く。これは混乱の続いた1990年代に都市計画なしに市街を拡大させたせいである。その結果として、 町の一部には狭い通りと帯正しい数の袋工事が出現することになった。これが夏季の観光期に大きな交通渋滞を引き起こす原因になっている。町のインフラにも不安を抱えている。海岸地帯であることから飲料水の確保が問題となっている。近頃はブドバに滞在する観光客がピーク時に10万人に達することもあり、停電が珍しくない。その他の問題は、 ブドバ周辺の交通渋滞と駐車場問題である。海水浴に出かけていた観光客が引き上げてくる午後になると常に渋滞が発生し 10km の距離である隣接のスベべてステファンからブドバまで戻るのに約1時間かかってしまう。モンテネグロ内陸部と2つの高速道路で結ばれている。ヘルツェグノビから伸びるアドリア海沿岸高速道が通っている。ありがとうございます。